この世が僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ、知恵の神ブエル、そして旅人。こいつもうモハールカデバータみたいに全知全能になってるのか。いえ、彼からマハールカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのは、この瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか。完全に神になった残氷。残氷はすでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。この威圧感、確かに神レベルだぞ。残氷の機械人形という元々の概念、凶霊院と賢者は一旦に技術的角度から見れば、まだそんなこと言う余裕。でも精神的角度から見ると、世に生まれし全ての神はそれぞれの神の心にこのような力の鼓動、そして心の底から生まれる躍動を。ナヒーラがお前なんかと同じ感覚を思えるわけないだろ。貴様、神の心に刻まれた紛争、今のテイワットにおける平穏な局面は、あれはただ法則。そうだ、まさか知恵を司る神、通りで自らの君の判断は君の存在のように重みが。ここまでにしよう、知恵の神ブエル。君も知っているはずだ、知恵が全ての問題を解決できるわけではないと。かかってこい、今ここに。ま、ちょ、不滅剣女盤石。見切りました。無力な凡衆め。虫けらが。ガンザン八九。臨天百五。難攻不落。剣女盤石。はっ。無力な凡衆め。はっ。壁立先人天道、ここにある。逃げ道はありません。そこだ。君は居場所を失う。はびこれ。信頼感度。もみちろ、血やまく惜しむ。風を知れ。ふくめず。行こう。ブラ。稲光、すなわち永遠なり。セーフ。ふっ。よっ。
難攻不落。ライサバキの雷槌。天気。サッ。鎮圧。剣女盤石。見切りました。雷槌。サッと。難攻不落。神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。ウェル！データはだいぶ集まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのだ。これで何回目かわかる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無教の力、一体いつから始まっていた。君たちは無教の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある。さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。ああ、これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、全ての神の英知を束ねる。これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。今スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ！
これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい？ええ、お願いね。私グエルの一人目の賢者。七葉の元、生き長えられるのは僕だけだ。岩山八九、鎮圧。知識はあなたにも。Ugh.
待て、それだけは、神の心だけは。それは僕のだぞ。させるものか。絶対に戻るものか。一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカ・デヴァータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。